こんにちは、マサです。今日は金とプラチナをどこに保管したらいいのかについてです。添島さんは2015年に泥棒に入られてお金やゴールドを盗まれてます。当時の金額で1600万だそうです。現金が1200万円。そして100グラムのゴールドバーガー4本。あとは 金貨と統計です。ゴールドバーは1グラム4700円で買ったみたいなんで、400グラムで188万円です。今日の金価格は1万50円ですから、本来は402万だったんです。その差額214万も盗まれたって言えますよね。袖島さんはずっと前から 金は 1, 1万円いく2万円いくって言ってた人ですから絶対売ってないはずなんですそして金貨は何枚か分かりませんけど1枚18万で買ったそうです現在の1オンス金貨の買い取り価格は30万円ですから1枚12万円 儲かっていたはずなんです。10枚持っていたら120万です逆算するとだたい10枚ぐらい盗まれたんじゃないかなって思います。ですからゴールドバーと合計すると300万ぐらい含み益を持ってかれちゃいましたから1900万ぐらい損したっていうイメージです。しかしか 副島さんが入っていた火災保険に盗難保険がついていたみたいなんです。これで保証されるって思ったみたいなんですけど現実はこうだったんです。現金に対しては20万円だけです。1200万に対して20万だけです。そして30万円以上の貴金属 美術品に関しては保証しないって規約に書いてあるそうですですから47万円のゴールドバーは保証しませんって言われたそうです30万まで保証するんではなくゼロです金貨は18万円ですからこれは保証してくれたそうですこのような盗難も怖いですけど 家事も怖いですから、結局は貸し金庫がいいかなって私は思います。もちろん重量によりますけどね。もちろん家でもいいんですけど、そういった場合、重い金庫を買うか、もしくは床下や天井など、絶対見つからない場所に隠す。これしかないです。冷蔵庫、トイレとか、 絶対見つからなない場所ってあるはずなんです。でも一番怖いのが忘れちゃうことです忘れちゃって引っ越しちゃうとかねこれが一番怖いです私は昔本に金貨を挟んでいたんですけど忘れていたんですよもう一回この本読もうかなと思ったら金貨が出てきたんです 3年前ぐらいに挟んだんですけど、忘れてたんです。結構ね、忘れてしまうもんなんです。一番怖いのがこれですよ。ということで以上ですけど、副島さんは最初は家に置いとけって言ってたんですけど、盗難後は貸金庫がいいと考え方を変えたそうです。では以上です。 ご視聴ありがとうございました。